YouTube の大チャンネルで公開された、赤髪をちゃんと断る非国民、という動画。これを見て私は思いました。招集令状を断る人なんていたんですかね?と。そんなわけで今回は、兵隊になるのをなんとか逃れようとした人たちの、お話です。昔々から国家による、お前兵隊になれ制度、徴兵制度、は存在していました。そして昔からいろんな理由で、その徴兵制に反対する人がいました。国家や政治体制そのものに忠誠心がなかったり、死や負傷への恐怖、経済的理由、平和主義や宗教上の信条などの理由から、拒否しています。平安時代初期の摂和州、日本領域、においても、武蔵国の住民、吉氏大麿が徴用されて九州に赴いたものの、故郷に残した妻への思いを捨てきれず、同行していた母親を殺そうとして、結局、身を滅ぼす話があります。古代中国でも白居易が書いた詩の中に、兵役を逃れるため自らの腕を折った老人、の話が出てきます。単に徴兵から逃れるのではなく、不満から暴動や反乱に発展する例もあります。例えば264年、中国三国時代の後では、徴兵を含む労役に招集されるのを不満に思った住民が、反乱。役人の余興に率いられて、朝廷に対して反発しています。日本でも1873年に、明治政府の税金、徴兵制などに反発した農民が、血税一揆を起こしています。日本では昔から徴兵制のようなものはありましたが、江戸時代から明治の近代になると、集権的な政府によって徴兵制が実施。ですが、徴兵が免責されていた、養子の身分を得るために養子縁組を行うものや、徴兵制が先延ばしにされていた北海道に、本籍を移すものが、後を絶ちませんでした。同様に朝鮮、台湾などの植民地や、沖縄や小笠原諸島など徴兵制のない土地に移住する者もいました。ついには、徴兵忌避の指南書が販売されるまでになり、国民開兵を目指す明治政府を悩ませています。そんな政府の苦悩をよそに国民の間では、徴兵、徴役、一字の違い、や、徴兵は監獄に入れられるのと同じであり、徴兵忌避は当然のことだ、と揶揄する言葉が流行しています。そんな徴兵を避ける人の中には、後の立憲政友会の総裁、社会民衆党の党首などの政治家もがいます。そんなわけで先ほどの血税一揆、新政反対一揆など、徴兵制そのものに反対する暴動も発生するようになっています。また、著名人にも徴兵を逃れようとする人がいました。哲学者、西田喜太郎の父は、1868年、明治元年、生まれの長男が兵役免除になる、という当時の徴兵令の規定から、喜太郎を、1868年、明治元年、生まれ、と年齢を2歳多くごまかし、喜太郎の兵役を免れさせています。昔の千円札でおなじみの、夏目漱石の場合は、一部地域を除いて徴兵令が施行されていなかった、北海道へ戸籍を移しています。これについて、漱石の意思による徴兵逃れ、とする説や、家族の意思による徴兵逃れである、という二つの説があります。こうした徴兵忌避者を減らすために、当時の日本政府は、徴兵令に代わり1927年に、兵役法を制定。徴兵を不当に忌避しようとした者には罰則が設けられるようになりました。この兵役法によれば、兵役を免れるために逃亡したり、体を負傷させたり、仮病などを使った者は、3年以下の懲役、また正当の理由なく、徴兵検査を受けない者は、100円以下の罰金に処せられる、と規定されました。ところがである。兵役法で罰則ができても、徴兵を逃れようとする者は出てきました。画家の山下清は、徴兵検査を逃れるために放浪。その後21歳の時に、知的障害者施設の職員によって滞在先の食堂で発見され、強制的に徴兵検査を受けさせられたが、兵役を免除されています。また第二次世界大戦中、理工系の大学、専門学校の所属によって兵役が免除されたため、進路を理工系に取る者が発生。
オーディオ評論家の長岡哲夫などは、航空工学校の学生が徴兵されずに配置されることを利用し、終戦まで研究所で働いていました。その他には、政治的有力者などは権力的なものを使って、徴兵から逃げた人もいるんだよー、という説もあります。例えば兵士ではなく、軍の関係者、軍属、となることで兵役を逃れたり、前線に比べ安全な日本本土、内地に留まる者もいました。戦前の日本では、徴兵検査合格後の入営者の比率は、上流階級ほど低かった、という意見もあります。その一方で、何かあったら面倒だ、というので、有力者の子供や兄弟本人に兵士になる意思があったとしても、軍の方から何かと理由をつけて、入営させない、軍に入らせない、ということもあったそうです。ですが、当初は国民の反発の多かった徴兵制度も、徐々に組織的抵抗がなくなっていきます。明治天皇による日本陸海軍への言葉である、軍人直輸、や、近代日本の教育の基本方針として下された、教育直後、などによる国防思想の普及。かつての中国、清国との日清戦争、ロシア帝国との日露戦争における勝利。さらには軍隊で支給される食事は、当時の貧困層の生活レベルから見れば、良質であったことや、有料ですが、お酒やお菓子などの、嗜好が置かれたという理由もあり、徴兵を拒否する人は減っていきました。そんなこんなで、徴兵を断るとか非国民だよねー、愛国心ないよねー、っていう感じのムードもあったとかないとか。そんな日本からすっげー向こうのアメリカでも徴兵を拒否する人たちがいました。アメリカの内戦、南北戦争中の1863年7月、ニューヨーク徴兵暴動が発生。この暴動の発生理由は、当時は徴兵を回避するために大金がかかり、それが、富裕層への優遇じゃねえかー、と見られたためでした。この暴動は徴兵への不満だけではなく、奴隷制度廃止運動への反感、及び黒人に対する差別感情から暴動に参加する人もいました。暴徒の多くは、アイルランド系の労働者階級の人たちだった、という特徴もあります。第一次世界大戦頃には、キリスト教系の信者が、宗教的兵役拒否、をしています。簡単に言えば、うちの宗教は教えで戦争とか兵士とか NG なので、という感じで徴兵を断っています。日本でも日露戦争などの際に、宗教を理由に兵役を拒否する人がいました。現代でも徴兵制のある韓国などで、宗教を理由に兵役を拒否する人たちがいます。第二次世界大戦中には、全米で様々な理由から、1万2000人が兵役を拒否。拒否した人々は、兵役の代替業務である市民公共サービスに従事しています。黒人解放運動家のマルコム X は精神異常を装うことで、第二次世界大戦の際に徴兵されるのを逃れています。その後のベトナム戦争の時代では、アメリカで平和運動の高まりもあって大規模な徴兵拒否が増加。政治的、宗教的な理由から徴兵拒否が行われ、プロボクサーのモハメド、アリは、イスラム教の教えに従う、として、徴兵を拒否。世界大戦と冷戦が終わっても、良心的兵役拒否、として徴兵を拒否する人たちはいます。ロシア連邦では、21世紀の現在も名目上は徴兵制度を存続させていますが、裕福な層を中心に合法、違法な兵役逃れ、徴兵拒否が横行している、と言われています。これはロシア軍のかなり安い将兵たちのお給料や、新兵に対するいじめや食料事情の悪さ、居住環境の劣悪さなど、多くの問題が徴兵制度に影響を与えています。その他には、イスラエル、パレスチナ、コンゴなどの激しい戦闘が予想される地域では、良心的兵役拒否が厳罰となる例があります。イスラエルでは良心的兵役拒否は、法律で認められているものの、実際に審査によって許可される例は少ない、とされます。この良心的兵役拒否が認められずに、兵役を拒否した場合、数週間の禁錮刑となる例もあります。そんなわけで昔から現在まで、赤髪をちゃんと断る非国民、はいたようだな。素晴らしい提案をしよう、お前も非国民にならないか？お断りするよ、ボケ。ご視聴ありがとうございました。
動画の他に、リアルチート野郎シリーズ、っていうのも作ってるから、そっちもよろしくだぜ。詳しくは、説明文のリンクをクリックしてくれ。